イーリエンボールトは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、クックスハーフェン軍ザムトゲマインデラントハーデルンにズオクス、マチソンである。イーリエンボールトでは、面積約40平方キロメートルに、約1600人が住んでいる。このレジャー地は、オッテルンドルフトバーとベーダー系座との間に、位置している。オッテルンドルフの、グラマイアーシュタックの堤防が決壊して、点五メートルの、 小規模な洪水が起こった、際の浸水地域、イーリエンボールと集落は、人口の集落給料場に位置している。その他の集落は、典型的な列村である。エルベ川川口及び北海に近いことから、最大海抜1メートルのこの町は、高潮で堤防が損傷した場合には、広範囲が、水没する危険性がある。起こりうるシナリオが、グラマイヤー・シュタックの論文に記載されている。 メデム川は、イーリエンボールトに水源があり、町内で左岸川からエンメルケ川が注ぎ込む。イーリエンボールトは、北はノイエンキルヒエン及びウォースターブルーフ、東はビュルカウ、南東はオーディスハイム、南はシュタイナウ、西はバナ、北西はノルトレーダと境を接している。イーリエンボールトのセービルハーギ教会は、この地域の最も古い教会の一つで、 セービレハトに剣道されている。このため、この聖人は、カール大帝のザクセン人征服後に、ここで布教活動を行っていたと推測される。最初の文献記録は1139年に、リングスティードと表記されているが、その少し後には、イリンアと記載されている。1185年には、エンメルケ川沿いに、オランダ農場があったことが記されている。 沼地の多いハドラー・ジートラントの開墾は明らかにこの時点でほぼ完了していた。中世以降、イーリエンボールトは5つの教区の主流であった。ジューダー・アーレーダの礼拝堂廃止後、ジートラントの教区は4つとなったが、1481年以降イーリエンボールト教区はオスター・イーリエンボールトとベスター・イーリエンボールトに分割された。ただし、 ジートラントという概念は18世紀に初めて生じた。ジートラントは水に強く依存しているため、格納場は作業のために小舟を持っていた。イーリエンボールとシュタイナウ、オーディスハイムは1970年にザムトゲマインでジートラントとして統合された。その2年後にバナもこれに加わった。イーリエンボールとはこのザムトゲマインでの行政機関、所在地であった。 この集落の古い表記としては、1139年、ゴロリングスティード、1230年、ジャリンワース、1306年、オリジェニワース、1355年、イーリンワースがある。イーリエンボールとは、人口の集落丘陵上に位置している。もともとこの集落の名前はユーリンギーであった。その後からワースという表記が現れ、二つの表記が混同されるようになった。 そして単独の集落ではなく、大きな村の概念を表すために、ユーリンギーワートは、イリンガワアットに置き換えられた。この地名は、人名のイーロまたは語尾にイングをつけて、色の実閉の集落、または、イリングの集落を意味した。A オースターイーリエンボールト、六十八、ベスターイーリエンボールト、1276、B オースターイーリエンボールト、六十六。 ベスター・イーリエン・ボールト、1189出展、1885、1910、1933、1939、1950、1987年以降はいずれも12月31日時点の数値である。町役場・イーリエン・ボールトの町議会は11人の議員で構成されている。これは、 人口1 0 0 1人から2000人のザムトゲマインデに属すマチソンの議員定数である。議員は5年ごとに住民の選挙で選出される。町議会は議員のホルスト・クリスティアンデックを人気中の名誉職の市長に選出した。イーリエン・ボールトの紋章のデザインはベルギー生まれで後にオッテルンドルーフに住んだ紋章研究者で紋章デザイナーのアルベルト・デバドラヘが言った。 彼は、クックスハーフェン軍全域の紋章をデザインした。イーリエンボールとの町議会の決議に基づき町長が申請していた紋章の使用権は、1939年2月3日に当時のハノーファー州知事から授与された。ズンガラ、銀字。緑の身分の山の上に、三本の赤い棒を組み合わせて、構成された六つの突起がある星型。解説。 ルーン文字のはがるにあたる6つの突起がある星形と、ブルトを表す三分の山は、議論の余地はあるが、地名の、ハイリゲボルトを、象徴的に意味しているとされる。セービルハーディ教会セービルハーディ教会長の中央、メデム川に接する、大きなブルトの上にラントハーデルンで最も古い、教会がある。多くの農民が船で教会にやってきたため、そのための施設を有している。 最も古いことを裏付ける文献はないが、その名称から推測されている。聖ビレハとは、8世紀にラント・ハーデルンのアングロサクソン人として、神の言葉を解き、初代ブレーメン主教となった人物である。現在の荒石で作られた13世紀のロマネスク様式で建設された建物に、1785年に窓が拡大され、現在の外観となった。木造天井。 内人室、長堂には、鶴装飾と紋章が描かれ、ハーデルーンの教会に典型的な外観を与えている。こうした彩色は、17世紀の原画に基づき、教会画家エーベリングによって1904、5年に修復されたものである。ビレハとの生涯と新約聖書に基づく絵画が15世紀のゴシック様式による有力祭壇に描かれている。 1671年に17人の教会の信者によって寄信された講談は、ハーデルーンではよく知られているオッテンドルーフの彫刻家、ユルゲン・ハイトマンによって仕上げられた。真鍮の水盤を持つガン製のアライライ板は1717 17年に作成された。オルガンに関してはあまり多くは知られていない。1730年頃に全面管が製作され、 19世紀に作り直されたことが分かっているだけである。ハーデルンでは典型的な独立した木製の主狼である教会等が教会の景観をまとめている。ニーダーザク選ン環境大臣ハンス・ファイン・リヒ・ザンダーの講演の下2004年にイーリエンボルトで r e a t オネプロジェクトが開始された。かつてのリサイクル工場でハイデルベルクのコンセプトアーティスト、 サムエル・ジェイ・フライナーの主導の下、廃棄物を素材とした芸術作品の制作に12カ国から35人の芸術家が参加した。展示は2005年に国連持続可能な発展のための教育10年における世界最初の芸術プロジェクトとして開催された。その結果、この芸術賞はサンフランシスコでの世界環境デーにおけるドイツからの出展作品となり、 数ヶ月間視聴者に展示された。続いて、デッサウの新しい連邦環境局における最初の芸術展示、さらにその後、国連環境機関にケニア、ナイロビへ招待された。やがて参加する芸術家は15カ国、50人に増加した。ナイロビでは2006年に国連ナイロビオフィスのメインロビーに展示された。開幕には、ユネップ事務局長、 クラウス・テップファーと共に、ケニアの友人で、ノーベル賞受賞者のワンガリマータイや、国連ハビタットの責任者、アンナティバジュカが参加した。この展覧会には延べ3万人以上が訪れた。RE ・アート・オネは2008年には、ドバイスーパーサプライズフェスティバルへのドイツの出展物となった。オープニングセレモニーには、アラブ首長国連邦の環境大臣、 H.E. ラシードアフメドビンファハドやドイツ連邦共和国総領事代理で文化外交施設のハンスブルクハルトザウェルタイクが参加した。6つのテレビ局、約1ダースもの報道カメラマン、ラジオアラビアが開幕を報道するなどメディアの大きな反響があった。この成功したプロジェクトの後継プロジェクトとして2007年に気候変動の芸術2009年に アートサステナブルーノが行われた。アートサステナブルーノは、ドイツユネスコ委員及び、ニーダーザクセン州環境大臣、ハンス・ハインリッヒ・ザンダー、バーデン・ビュルテンベルク州環境大臣、ターニャ・ゲガーの講演で実施され、持続可能性という概念を直接的な体験に変えた。アートサステナブルーノは、連邦環境省でも開催され、ボンデのユネスコ継続可能な開発のための、 教育国際会議の文化的参加プログラムとなった。この他に、連邦芸術ホールや連邦環境省で行われ、連邦政府の継続可能性の対話プロジェクトにつながった。メデム川ツアーのための小舟イーリエンボールとは、地方地域計画上、基本中心の機能を担っている。観光の面では、メデム川や、その他の水面の水上観光が重要である、例えば、小舟ツアー、 ボートツアー、カヌーツアー、釣りなどである。この文献は翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。